ハローアースノイド。もし安室がジオン軍側のパイロットだったら、に対する、ネットの反応をお送りするよ。大喜利なやつ？真面目なやつ？大喜利よりで頼む。真面目にやりすぎると兵士にならないで終わるし。まずパイロットにならないだろ。よくて学徒動員始まってからかな。連邦だってなってないのでジオンでも同じようにモビルスーツに乗り込むこととするよ、アムロは。主人公ならそのまま正義のジオンが勝つだろう。シャアと紅白コンビ、めでたいじゃないか。アムロ、大佐、邪魔です。アムロよりジオンのパイロットの方が衝撃追数多いキャラいるから埋もれそうだな。アムロの戦果は3ヶ月間で上げたものだし、撃墜数イコール強さとも限らないのはシャアとジョニーで証明されてる。まあ地上戦が圧倒的に変わるような気はする。結局物量の差で連邦が勝ちそう。初代だけなら連邦とジオン、そんな戦力差ないような設定だったけど、後続の作品で連邦の方が圧倒的に上になっているからな。戦力がいくらあっても連邦自体が地球人減らしたがってるから毎回いい勝負風なんや。アムロにやられた要所にいたエース級のジオン部隊が生き残ってるし、ソロモン戦すら起こってないやろ。ジムとボールを甘く見すぎだな。ジムにアムロの戦闘データ移植されないから多少戦局変わったかもしれんな。公式、アムロがいなくても連邦は勝つぞ。即、フラナガン機関送りだろ。フラナガン機関で研究対象後、ニュータイプ専用機を与えられキシリア配下のキマイラ隊へ。ギレンに陶酔するアムロ、フラナガン機関で廃人になるアムロ、見舞いに来るも絶望するテムレイ。シャリアみたくも苦戦派遣で活躍とカララーみたいにシャアに偶然であったりとか、よっぽど目立つことしないとフラガナン機関も見つけられないんじゃないかな。シャアとララーと戦わないからニュータイプ軍人として覚醒するかは微妙や。シャアの部下としてサイドセブンに潜入するが戦闘でザクを失うもガンダムを奪って活躍。アムロ、なんか、この白いモビルスーツすごくしっくりくる。最悪ビグザムとエルメスとガンダムとシャアザクが同時に出てくるんやろ。ジオンはそれ導入して局所的に勝ててもそもそも手詰まりやん。ジオンも短期とはいえ水爆落としたのとかはまあまあの影響はありそうだけどな。エルメスの嫌がらせも聞いてたし。アムロ、僕が一番ザクをうまく使えるな。ジオン兵、そうかな。緑色の方が勝つわ。ザクでバズーカ撃ちまくりそう。ザクバズーカに超構えとかしそう。ザクの肩シールド、しっぺがして投げてきそう。ブラウブロに一人で乗って無双しそう。ゲルググまでアムロに反応できるモビルスーツがなさそう。機動戦士ゲルググ。ジオンっていうのをパイロットにはどんどん新型を送り込まれる気がする。やはりジオニックはダメだな。ジオニックって俺技術すげえ。はできるけどパイロットの要求に合わせた機体あんま作らんから、アムロとは相性悪そうではある。テムレイ、アムロ、この図だってモビルスーツはいいぞ。お前もテストパイロットをやってみんか。倒産酸素欠乏症にかかって、あれ？アムロこの図だとかいうモビルスーツすごいぞ。ザク以上の機動性が引き出せるなんて。だけどエンジン問題の解決は今は無理だけど、エンジンカットをうまく扱えば。デュバル、なんだろう、この少年は私よりもズダをうまく扱えそうだな。複雑な気持ちだ。ジェブローはまあ落ちるだろうな。ガンダムが露覚されればゲルググの登場も早くなる。偶然ビームライフル試験運用中の高機動型ザクに乗って活躍してパーソナルカラーを得て、地上ではビースリーグフトズゴックで活躍して、宇宙に戻ってゲルググに乗り換えて最終決戦はジオン部な流れまで妄想できた。地位と目的遂行を脅かすシャアにガルマみたいな末路にされそう。序盤のアムロはガンダムの性能だけで勝ってる場面が結構あるから、年齢的にはフト動員でゲルググに乗って戦士かな。最初は結構被弾してたしな。敵の実体弾をガンダムの装甲でしのげてたけど、ジオン側になるとジム相手でもビーム兵器使ってくるから、あんな急に乗り込む展開でもなく普通にパイロットになる展開だとしたら、訓練受けられるだろうし成長に合った期待を与えられて、順当にステップアップしていくだろうから、そうなると普通に優秀なパイロットになるだけのような、シャアに好かれるけど利用されて喧嘩になって止めに入ったララーが死ぬか、シャアからアムロがララーね取って喧嘩になってララーが死ぬと思う。アムロの異常な戦闘能力は実戦だからこそ磨かれた感じだしな。前方はララーとシャアにアムロがいたら戦いになんないだろうね。遅くてもグフ出てくる
あたりでガンダムなりホワイトベースなり破壊されてるだろうな。普通にパイロットになってたら自分が頑張らなくても代わりはいるし、本人もガツガツしてないから無難にやってるそこそこ優秀な人で終わりそう。というかそんな性格だからそもそもパイロット志願しないし、父親みたいに技術開発の人になると思う。技術士官になったらテムとも衝突しながらなんだかんだで仲良くやってたのかな。連邦みたいに泥縄でパイロット養成したわけじゃないだろうし、モビルスーツと縁がなかったかも。それよりもアムロがジオン国民ならテムレイがジオンにいるって方が大事では。親もテム相当の技術士官とするで考えた方がいいかな。テムレイがジオンにいた場合連邦はモビルスーツ作れないのでは。モビルスーツ自体は作れるんだよ。ただしオリジンのガンキャノンもどきが量産されることになる。テムレイもジオンだったらドズル直属の技術士官みたいなもんなのか。結構いい身分かもしれんな。アムロ、ドズル配下のテムのつてでガルマと知り合いのアムロとか見てみたい。黒い3年生の下につくアムロか。アムロ、ガヤ、オルテガ、マッシュ、ジェットストリームアタックを仕掛けるぞ。どこかで反抗期出してランバラルに拾われそう。そういえばハマーンとアムロって絡みないよな。アムロがジオン側だったら何かしらの出会いがあるのか。ジージェネとカスパロボ見る限り馬は合わなそうだけどな。マクシズをモビルスーツの力で押して地球に落とすんやろ。シャリアブルと出会ってたら人生観変わりそう。正直ニュータイプ一人増えたところでジオン敗北は変わらないよ。ジャブロー強襲を成功させれば時間は稼げるので有利な条件で停戦できるくらいかね。やっぱり連邦のモビルスーツ開発は大幅に遅れるよな。アムロがジオンにいるメリットより連邦にアムロがいないデメリットの方がでかいな。ガンダム破壊されて V 作戦遅れたり水爆が落ちたり、ララーやシャリアブルに対抗できるパイロットがいなくなったりする。シャアが連邦にいる場合はガルマを暗殺する人物がいなくなるし、こっちも辛い。連邦側にアムロがいないことにより第1話でガンダムが破壊され、第2話でホワイトベースが破壊される。第1話ガンダム大地に伏す。ユウさんがガンダム乗って機体のスペック出た書を進めるけど、大気圏突入で説明書なくて操作わからず燃えるかな。もし大気圏突入成功してもさすがに地上戦あたりでやられると思う。たまたま乗ったのがやたら硬いガンダムじゃなくてザクとかだったら普通に戦死してただろうしな。アムロは最終的にジオングに乗ると思うが、むちゃくちゃ強そう。サンボルみたいになりそう。ザクでホワイトベース落とすだろうな。作ったハロに注目されて技術職でジオニック登用される。そして戦場を蹂躙するサイコハロ爆弾。そのうちジオン軍に入隊したアナザーアムロの話を誰かが書くかもしれないなと期待。なんでコラボできてるんだよ。ブライトさんのたくましいアムロに信頼を置いてるこの表情。